どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、エボルです。めっちゃ辛いこのデッキこのデッキめっちゃ辛いよ、救うのめっちゃ辛い、このデッキめちゃくちゃきつい。まあ、あのエボルって新パックで強化が入りまして、一応ね、で新パックのカードを一応入れてやってたんですよ。でなんか最終的に調整に調整を重ね、この出来上がったデッキ見てみたら、新パックのカード1枚も入ってないっていう絶望の状況になってます。今どうしよう、マジできついんだけど。エボル、エボルってね、どういうテーマかっていうとね、まあ多分ね、このね、確かエクシーズ次元のなんか、まあ聞いたところの話によると、エクシーズ次元で、ほんと初めの方に出てきた、クソ雑魚、なんかその可愛いテーマらしいんですよね。で、効果結構もうすごい独特というか、めちゃくちゃ使いづらいというか、まあ独特というかね。で、このカードがリリースされた場合、どうたらこうたらするとか、リバースされた場合、ドータルコータルするっていう効果で、そのドータルコータルの部分が大体、エボルダーっていうモンスターを特殊召喚できるよっていう効果なんですよね。で、エボルダーっていうのが、まあ、要は、恐竜族で、で、爬虫類が下級モンスターで、要は、爬虫類がなんかして、恐竜に進化するよ、みたいなテーマなんですよ。で、ちょっと、まあ、読んだ感じ、使いづらいじゃん。そもそも、フィールドのカードをリリースされた場合、このカードがリリースされた場合、特殊召喚するって、まずリリースっていう、手段をこっちが用意しないといけないんですよ。だから、まあ一応エネコンとか、ドキュー入ってるんですけど、これもそもそもね、めっちゃ辛いの、だから。リリース手段がないと、この効果死ぬっていうね、ほとんどね。まあ一応強いんだけどね、これ一応リリースされたら、エボルダーを出せるっていう効果だから、ドキューで1枚割りながら、エボルダーを出せると。で、エボルダーは、そのエボルドで特殊召喚に成功すると、なんか効果発動するっていうモンスターが結構いて、例えば、こいつだったら魔法トラップを破壊できるよっていう効果とか、あと、このキャラトっていうのは、なんか打点が上がるよっていう効果とか、まあ、こういった。で、他にもエボルダーいるんですけど、マジでこいつらくらいしか使い道ねえんだわ。ほんまに。いや、マジ。結構頑張って調べたんだけど、エボルダー、モンスター。こいつらくらいしか強いのいねえんだよ、ほんとに。マジ、絶望。で、エボルド・エルキネルっていうモンスターはリリースされると、カードを1枚ドローして、手札の恐竜を1個戻すよっていう効果を持ってるんで、これをね、なんか使って、その引いちゃいけないカードがあるんだわ。ディプロドックスとか、キャラトとか、こういうモンスターを戻すと、デッキに、もしくはコズミックサイクルをぶち込んで、ですり返して戻すっていう、こういうね、強引な、非常に強引な、ありますよ、もちろん。ディプロドックスを戻したらディプロドックス帰ってくるっていうのはすごいあるあるなんで、完全自己回避になってないけども、まあ、せめてもの気持ちで戻していくっていう、まあ、そういうデッキですね。で、唯一の救いは、救えるポイントとしては、彼らはですね、炎属性なんですよ。幸いね。なので、大先生の力を借りるとこも、マジでちょ、これしかない。これしかないと思う、俺。今のリンクスで、エボルを救うんだったら、俺マジでこれしかない。俺やりたくなかった、俺も。正直、個人的にはこんなことしたくない。こんななんか、先生の、大先生の弾にするだけの使い方はしたくなかった、俺だって。でもね、やるしかない。だって、弱いんだもん。デュエル。スタンバイ。さあ、闇のゲームよろしくお願いします。デュエルスタンバイ。だいぶきついぞ、このデッキ。だいぶきつい。新パックでさ、まあエボル追加されたとか言ってさ、エボルデッキ組んでたらさ、エボル最終的に新パックのカード0枚だったっていう話なんだけどこんなことある、こんなことありやす。1枚抜くか、1枚抜くわ。これなんだろう、そこなしか。なるほど。那覇市セット、土球セットでエンド、闇のゲーム OK、闇のゲームは OK、まあ、早く決着はつけよう。ラバゴーレムが飛んでくる前に決着はつけよう。なるほど。ドッキーみたいな方が熱そう。那覇市をリリースし、セットカードを破壊していく。そして那覇市の効果は発動。デッキより
エボルダーディプロドックス特殊召喚し、特殊召喚成功時効果パリーン。よし、強いぞ、ちょっと強い、ちょっと強いぞ、ちょっと強いぞ、いける、いけるぞ、いける。召喚師アレイスター召喚、召喚師アレイスターの効果を発動、召喚師アレイスターの効果によって召喚魔術というのに変えるぜ。そして召喚魔術の効果を発動、いけるぞ。あとカイトロイドがあるかどうかなんですよね。カイトロイドがほんまあるかどうかっていうだけの本当に簡単なお仕事、ここと墓地の中市を除外して現れよう、エボルテクターブルガトリオ、そして召喚魔術の効果を発動、デッキに戻してアレイサブ回収。よし、いけ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 、いくぜ、スキル発動、どっか行け那覇市、どっか行け那覇市、いいじゃん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 、これラバゴも独居できんじゃん、カイトロイド OK、 カイトロイド OK、 了解、 OK、 うまい、カイトロイド投げろよ、クリボールが OK、 クリボールは全然いいぞ、ターン終了だ、オッケー、ラバーゴーレムでもいいぞ、ラバーゴーレムしてもん、魔法トラップセットしたらそいつを土球でぶち割ってやるからよ、くっしゃ、これはいける、よし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 、オッケー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 、で溶岩魔人ラバーゴーレム来た、ラバーゴーレムオッケー、セットしろ、あ、セットしろよ、魔法トラップ、魔法トラップセットしろよてめえ、いいだろう、いってえな、いってえぜ、あれさ、大、え、もう、もうちなみに、フィールドにエボルはいません。ちなみに、もうフィールドにエボルはいません。ラバーゴレム巻き込むか、一応これ。一応ラバーゴレム巻き込みます、ま、巻き込まなくてもいいけどね、もうこうなったら。アタッカーとして、これラバーゴアタッカーじゃない、最悪度級がある。アタッカーにしよう。これ残しといても次のプルガ先生でいける、次のプルガ先生で巻き込めるからワンチャンある、でこれでまたちょっと墓地のガード少し減らして、はい、オッケー、でカイトロイド投げれるんだろうな、いくぜバトル、いけー、エボルダー、やった、おらー、おりゃー、だいたいエボルダーエボルテクタープルガトリオでダイレクトアタック、エボルデッキ強いわ、最強だわ、最強エボルデッキ、エボルが強い、一番一匹もエボルいないけど、さあお相手の方、結城十代選手よろしくお願いします、デュール3倍、那覇州土球ポーズ、まあこれそこそこですね、そこそこ土球を抜くのはやめてほしいって感じ、まあ、エルギネルもマジで弱いけどね、効果びっくりするくらい弱い、エルギネルも、まあ、一応ドローしたカードが引きたくないカードの恐竜であれば戻して、エボルドなんかサーチできるっていうのはちょっとだけなんかワンチャンあるけど、オッケー、コースない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 、オッケーコースない、オッケー、リュウマドオッケー、リュウマドオッケー、了承了承、リューマドを了承、フェイバリットがあるかどうかですね、あと対象に取れなくはなるんで、フェイバリットがあると、なんでで毒球も効かないのでフュージョンはちょっとそこら辺はちょっと考えていかないといけない、了解、オッケー、でネオス蘇生、オッケー、いいね、ネオススターター、スキルネオススターターがあって、リューマドがあるとね、一応ね、こうやってコストがちゃんと回収できるんで、これこうして、でこれでここ除外して、これで破壊できるようになりました、であとはネオスにフェイバリットヒーローがつけられるのを防げばいいだけっていう話があるから、ですね、あ、タスケルトン OK、 タスケルトン OK、 あ、そっちか、まあそうか、そっちで、これでこうして、でここ破壊で、ワンドローを1800は別にいいや、であとはこの2体をぶち殴っていけば、スカルマイスター、何、え、俺カード1枚になったんだけども、やばいよこれ、やばいよこれは、やばい、これはさすがにやばい、
ドロー。あ、でもそこそこ強い。アレイスター召喚、召喚師エボルテクターアレイスターを、エボルトアレイスターを召喚して、で召喚魔術発動、エボルダーエボルテクタープルガトリオを特殊召喚していく。エボルテクタープルガトリオ特殊召喚、うん、で、エボルド魔術の効果を発動し、エボルダーエボルドアレイスターを回収していく。オッケー。いや、どんだけ強い、どんだけ強い。くそ、回収できん。バトル、もうとりあえず2体殴ろう。なんかある、クリボールか、なんだこれ。あた、助けとか。オッケーオッケー、わぶれー忘れてた。ちょっとあまりにもスカルマイスター投げられすぎてめっちゃ忘れてた。もう多分ね、ネオスはいいんだよ。ネオスは別に、ネオスは別にいいんだ。3000結構やばいけどね。3000は結構やばいけどいいんだ。バトルフェイズ OK。 それはそれはよそ、いけ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  OK。 耐えていく。でこれでもう一回効果使えるんで、召喚魔術の効果がセットしていく前に、まあ、とりあえず召喚魔術の効果発動、アレイスターを回収。マジでどんだけ持ってんの、どんだけ持ってる、どんだけ持ってんだよ。やばいやばいやばい、とか追いつられてる、お互いに追いつけられていく。でエボルナハシの効果を発動、ナハシュによってエボルダーディプロドクスを特殊召喚し、エボルダーディプロドクスの効果を発動。よし、いけ、おりゃーなんだこの接戦は、なんだこの接戦は、頼む生きてくれディプロドクス、生きてくれ。お前が生き残れば、あとはプルガトリオ大先生にスペシャルハリケーン、オッケースペシャルハリケーン、オッケーオッケー。なんだなんなんだこの、なんなんだこの接戦は。ドロー、よーし、召喚魔術の効果を発動。ほら、よくもやってくれたな。スカルマイスター投げすぎなんだよあいつ。召喚師アレイスターを召喚し、召喚師アレイスターの効果を発動、召喚魔術の手段に加えて召喚魔術の効果を発動、エボルテクタープルガトリオ大先生を融合召喚、おりゃー、うわー大接戦すぎて疲れたわ。おら、スカルマイスター投げすぎ問題。対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、前髪緊急事態宣言さん、よろしくお願いします。ルチャンバイ、中セットポーズセット呂球セット OK。 まあそこそこいい感じですね理想、これが理想展開ってやばくない、このデッキ、これが理想の初手ムーブって結構やべえだろやってること。あー、コスミックサイクロン、どっち、コス、コスに、コスを抜いてくれ頼む、コスミックを抜いてくれ頼む。あー、当てられた、くそー、当てられていく。クリッターオーケー、クリッターオーケー、クリッターオーケー、クリッターから、あ、出た、ミサキチ君じゃん、これね、こうね、面白いこと思ってるんですよね。この方がメインフェーズ特殊が成功したら、モンスターって召喚する、自分はこのターンで、もともと文字出力をモンスターしか特殊ができないで、2050リリースされると回復するみたいな、はいはいはい、まあ、結構ね、割と面白いことを思っていますね、この人はね。で、ハイヨルゾンビ軍団にしてアンデッドにされていく、なるほど。で、デストロイ侍からのなんかぶん回されてる感じするね。あ、これヤタラ岬でサーチしたのがあれか、落ち武者ってことか。ヤタラ岬は消火器1個増えるんですよね、あの効果で。で5ズッキー、はあ、はあ、なるほど。クリッター除外者、なるほどね。あ、たつ、あ、なるほどね、タツネクロ OK、 なるほど、タツネクロ、はあ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 、なんかすごいぞ、なんだこのコンボ、謎の展開力見せてるぞ、なんだこれは、何が起きるんだこれは。結構なんかいろいろできそうだぞ。ただワンキルは取れないと思うんだよね、さすがにこれ。あ、でもあれか、シンクロが手札からできるから、タツネクロの手札シンクロってやつか、それ結構やばいな。
でも意外とこいつ守備2戦あるんですよね。これなんか間違ってさ下級から殴ってくれるとかないかな。これ結構な展開力見せられてるぞ。あ、フィールドが起動しようか。なるほど、アンデッドネクロ、はあはあはあ、でアンデッドネクロ効果特殊召喚、え何この謎コンボ、謎すぎんだろ。